眼科医の平松です。今日は目にいい光、悪い光、特にライトですね、についてお話しようと思います。今日のお話を聞いていただけると、普段自分が、本を読むとか、日常生活の中のライトを使う中で、どういう光がいいのかっていうことについて知っていただけるので、最後まで聞いていただければと思います。まず、結論から言ってしまうと、ライトの種類っていうのも重要なんですけども、それで言うと、いわゆる昔系の光、白熱電球とかああいうものの方が目には優しくて、LED とかの、ものの方が、高級な LED はいいんですけど、ちょっとお安い LED の場合はちょっとデメリットもあったりするっていうのが1点目です。2点目としては、光そのものも重要だけど、距離っていうのが重要なので、あんまり距離を近づけてしまうっていうのは良くないよっていうことをちょっとお話していこうと思います。まず1個目、光の種類。特に LED って物によって良い悪いがあるわけですね。よくブルーライトが良いとか悪いとかって言われてるのが最近あると思います。それはね、パソコン、スマホからね、出てくる光のことを言うと思ってるかもしれないけど、ブルーライトっていうのは、世の中すべての光に含まれてると言ってもいいぐらいなんです。すべてじゃないけどね、太陽光とかにも含まれてるし、蛍光灯、電球だったりとか。リングライトとかも含めて、そういうものから出てきていますと。で、それは白っぽい光っていうのは、虹が出るのって太陽の光をこう、ね、分散してね、青とか赤とか黄色とかね、そういうふうになるじゃないですか。というように、虹っていうのはできるのは、そのいろんな色の光を混ぜると白になってるから、白を分解するとそうやってなってるんで、白い光って基本いろんなエネルギーの光を持ってで、ブルーライトって悪者ではないんですよ。悪者じゃないんだけれども、強いものを近くであまり浴びすぎることは、良くはないかなっていうぐらいのイメージと思っていただけるといいかなと思います。じゃあ、それはどういうものかっていうと、LED の中でも、青色発光ダイオードっていうのに、ただ黄色いカバーをかぶせただけの LED っていうのもあるんですよね。で、それは、一番安いっちゃ安いやつなんですよ。それは、やっぱちょっとね、ブルーライトのエネルギーが強くなりがちです。一方で、いろんな色の発光ダイオードっていうのを使ってやっている LED の方が目には優しい傾向がある。あくまで傾向っていうところで、すごく気にすることではないよっていうところがあります。一方で、暗すぎるのも、やはり目にとっていいことではないわけです。じゃあ、暗いとこで目、物見ると目が悪くなるのっていうと、それそのものが悪くなるというよりは、暗いところで物を見ようとすると、近づけてみたりしなきゃいけないじゃないですか。ってなってくると、それがやっぱり良くないわけなので、ほどほどの、光量、光は必要だっていうふうに思ってください。だから、直接目に光をすごく当てるようなことをしなきゃいいんですよ。で、今回ね、いただいた質問で、先生 YouTube やってらっしゃって動画撮影でライト浴びてると目に負担きませんか？メガネだと負担消せますか？みたいな質問いただいて、実際こうリングライトみたいのがこう光っていて、これは目にいいかって言われると、良かないと思うんですけれども、しょうがないからやってるっていう感じですよね。僕の場合はこれね、メガネに反射しちゃってそこの問題もあるんで、なんかいいライトとか、こういう、光源使うと、メガネに反射しないですよっていうのがあったらぜひそれもちょっと教えてほしいんですけれども、なかなかそういう知識がないので、光源としての問題点としてはやっぱ直接光をバシッと浴びようとするのはデメリットと。ただ今回の質問にあったように、私みたいにメガネをしている人の場合はメガネ自体が余分な光とか、そういうのをカットしてくれるとか反射してくれるという要素もあるので、これはこれでいいことですね。なので、お家の中で、縦メガネ的なものとか、弱いものとかでも使うのとか、あとはね、作業用のメガネ、老眼鏡みたいなやつのを使うっていうのもいいかなと思うんで、それはちょっとご検討いただけるといいかなと思います。で、もう一点が距離が重要ですね。こんな感じでね、近くから光を浴びてるっていうのはあんまりよろしくないと。一方で、ちょっと距離があるけども、きちんとした光源、光量を持ってるっていうのがいいですね。で、普段の生活はそんなにずっと見ることが多いわけじゃないじゃないですか。ぼーっと過ごすであるとか、道を歩くである、廊下の電気とか、いろいろあるわけ、トイレの電気とか。そこのね、光量がそんなね、たくさんあるからってトイレがよくできるわけでもないので、そっちの光はほどほどにしていただけるといいと思います。かつ、夕方、夜、ね、で寝る前ってなるにつれて、
ちょっとずつ光って落としていけるとベストですね。特にシーリングライトって言って、こうカポってはめるようなライトあるじゃないですか。ああいうので、いいやつって、なんていうかな、光を調整できるんですよ。大体普通のところにあるシーリングライトは、パチッパチッ、オン、オフ、またせめてよくて、豆球みたいのがあるぐらいになってるんですけど、もしよろしければ、中間とかもできるような光のものがあると、じゃあ、そろそろ寝るちょっと前になってきてから少し光量を落としていこうか。もちろんそこで本読むとかじゃなくて、まあ、普通に、なんかいろんなこう、片付けするとか、ストレッチするとか、まあ、そういう時間は、まあ、ちょっと光量として。で、寝るときにスーッと、電気を消していく。これが本当は一番いいです。これ本当はっていうのはどういうことかっていうと、これ僕言っときながら自分できてません。僕の部屋のシーリングライトは、多分一番安いやつかな。あ、ちょっとだけ高いやつかな。ほとんど、値段としては、安い方に部類されるものを使っておりますので、目にとっていいのかって言われると、まあそうでもないと。まあね、医者なのにっていうかもしれないけど、まあそんなもんなんですよ。なので、まあ絶対そうしろというほどのね、影響力があるわけではないので、まあ、そんな感じでちょっとシーリングライトは気をつけていただけると。あと寝るときの光ですね。寝るときの光で言うと、やっぱりできれば豆球とか、まあそういうものを使うよりは、常夜灯って言って足元を照らすものであったりとか、まあ、そういうものの方が好ましいっていうふうに考えていただけるといいと思います。つまり、目、つぶってると言っても光ってると感じるじゃないですか。例えば、あなた今多分光ってる部屋にいると思うんですよ。目つぶっていただけると、なんか光感じません？で、その上からこう手かざしても、なんかちょっと暗くなる感じって感じると思うんですよ。つまり、目をつぶってるから光って遮断できてるかっていうと、そうでもないんですよ。つぶっていても、ある程度は入ってしまいますので、やっぱりそのこと自体が睡眠の質を妨げたりとか、目にとっての負担も多少ございますので、まああんまりね、目にバッチリ光が入るほどじゃないから気にするレベルじゃないけれども、やっぱりできれば寝るときは暗く、それで寝れるなら、寝れないんですよ、私暗いとっていう人はいいんですけど、そうじゃなければきっちりと暗くして寝ていただいた方が、あなたの目にとって、そしてあなたの健康そのものにとって効果的っていうふうに考えてください。特に、どうしても豆球でも何でもね、つけたまま寝ると血圧上がりやすくなったり、いわゆる交感神経、副交感神経っていう人間にある自律神経っていうものが、交感神経、少し興奮寄りになってしまうんですよね。そうするとやっぱり睡眠も悪くなるし、興奮というのは目にとっても負担がかかるものなので、できればリラックスするような副交感神経系を促したいので、ちょっと暗くしていただけるといいかなというふうに思います。今日の話もう一回まとめますと、 LED ライトはあまり安めじゃない方がいいかなっていうことですね。で、ちょっと昔めのいわゆるこう白熱電球とか、いわゆるそういうものの方が目の負担はちょっと少なめですね。いわゆるこう蛍光灯と LED と、いわゆる電球って比べると電球の方がダメージ少ない。で、次が蛍光灯、次が LED みたいなイメージですね。ただ、暗すぎるのが良くないので、暗くなっちゃう部屋だったらむしろ LED の方が好ましいっていうところがありますってことですね。で、できる限り光からそのものを目に当てるっていうよりは、ちょっと距離を取っていただけるといいと思います。で、可能であればシーリングライトとかそういうものも夕方夜となるとちょっと暗くしたりっていうふうにできるとより良いですね。で、寝るときは豆球とかを目に当てるとかじゃなくて、光をなるべく目に当てないようにしていただけるとより良い生活ができる。目にとってね。なので、知っていただければと思います。今日の動画が参考になったって場合は、高評価ボタンとか、ぜひコメント、あとはチャンネル登録とかもよろしくお願いします。